7月17日火曜日の開運メッセージです。今日のワンポイントメッセージはこちら、思考です。あなたの頭の中パンパンになってませんか？考えて良いことと、考える必要性があることですね。それと考えても仕方のないこと、結構考えても仕方ないことをぐるぐる考えることが多いと思います。ぜひ考えても仕方ないことはすっぱり考えないことです。なんかその整理整頓をしてみてください。そうすると頭の中割とすっきりすると思います。今日のワンポイントメッセージは思考でした。それではまた。